アルノルト・レンネベック。アルノルト・レンネベックは、ドイツ生まれで後に、アメリカ合衆国に帰化した芸術家で、20世紀初頭のアメリカ及び、ヨーロッパの全英芸術運動を推進した一人に、数えられる。ラインラントプ・ファルツ州のナッサウに生まれた。父親は建築家でレンネベックが、建築家になることを望んだ。ベルリント・ミュンヘンの美術学校で学び、彫刻に進もうと決め、 1908年にパリに出た。パリで彫刻家のアリスティド・マイ・オール、アントワーヌ・ブールデルに学んだ。パリでアメリカのモダニズムの画家、マースデン・ハートレイに出会い友人になり、パリやベルリンの前衛芸術家の中に入った。アメリカ人作家、ガートルード・スタインの前衛芸術家のサロンに招かれ、パブロ・ピカソや美術家のパトロンのマーベルドッチ、画家のチャールズ・デムスに紹介された。 裕福な友人たちの共造の依頼を受け、1914年に、ニューヨークのアルフレッド・スティー・グリッツの画廊、291ギャラリーで古典を開いた。第一次世界大戦が始まると、ドイツに帰国し、兵士として戦い、二度負傷し、鉄十字章を受訓した。マース・ゲン・ハートレイの愛人で、いとこのカール・フォン・フライブルクは戦死し、ハートレイはその死を痛む、ドイツ士官の肖像を描いた。 1922年にニューヨークに移り、アルフレッド・スティー・グリッツを中心とする前衛芸術家のグループに加わった。このグループには、アーサー・ダブ、ジョン・マリン、ジョージア・オキーフやマースデンがいた。美術評論家、著述家としても有能で多くの記事を書いた。レンネベックが、リビング・キュービズムと表現したニューヨークの街の姿を描いた版画作品も制作した。 1926年に古展を開いた。1925年の夏にニューメキシコ州タオスにパトロンのマーベルドジを訪れ、その後、砂漠の風景や先住民の文化がレンレベックの作品の題材となった。また、画家のルイズ・エーマーソンを紹介され、ルーズと1926年に結婚した。新婚旅行でカルフォルニアに旅の途中で、 コロラド州のデンバーの美術館で講演したとき、館長になることを依頼され、1926年から1931年の間デンバー美術館の館長を務めた。先住民の芸術作品やモダニズムの作品の充実に貢献した。1932年にアメリカの市民権を得た。1947年にデンバーで没した。ありがとうございます。